はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、ワンピーススタンピード、アドバージンモーションということでね、こちらの、セット、全種セットを買いました。これはね、今劇場でやってます、ワンピースのスタンピードに出てくるキャラクターですね。うん、はい。まあ、ラインナップはね、この箱に載っている通りですね。はい。いや、皆さんね、劇場版のこのスタンピード見ましたかね。自分はね、公開の日、初日の金曜日の次の日の土曜日、はい、見に行きました。はい、いやー、ほんとね、すごく、もうバトルだね。うん、前編通して結構バトルが激しかった。うん、すごい良かったでね。うん、自分的にはすごく良かった。はい、ということで、早速ね、こちら買いましたんでね、開封していきたいと思います。一応ね、多分まあ、この箱の中に普通に箱が、はい、入ってますね。そりゃそうだ。はい、はい、こんな感じですね。はい、まあ、こう見てみると、まあ本当ね、ドラゴンボールのアドバージと本当変わらないですね。でも出来が良さそうなんだよね。ドラゴンボールもね、このシリーズは出来がいいんでね。うん、じゃあ早速ね、開けて、一個一個ね、ちょっと見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね、早速見ていきましょう。最初、ルフィからいきましょう。はい、こちら。はい、いやー、やっぱね、いい出来。ちっちゃいのにね、やっぱ出来いいね。うん、いやー、いい。うん、このシリーズはね、やっぱいいね。で、続いては、チョッパーいきます。はい、チョッパー、はい、はい、うわ、かわいい。うん、チョッパーはかわいいね。はい、ちゃんとね、胸のね、ロゴTもちゃんと再現されてますね。うん、はい、はい、で続いて、トラオこと、トラファルガーロー。はい、いいね、かっこいいわ。うん、このね、帰国が、ちょっと台座からはみ出ちゃってますけどね。いや、いい。トラオ相変わらず人気があるね。で続いてが、サボ、サボ行きましょう。こちら。いやー、いいね、かっこいい。しかも凛々しい。いやー、サボもできいいな。は
相変わらずこのパイプ持ってっけどね、トレードマークとなってるね。今回のこのペパーミントのコードもなんかいいね、うん、おしゃれ。劇中だとね、もう最後の方でね、すごいサプライズありますけれども、うん、なかなかほんとサボはやってくれるよね。はい、続いて、ハンコック、はい、こちら、いやーいい、すごいプリティ。あのなんかボスケットのね、感じに似てますね、うん、ブライズの。いやーこれは素晴らしい。ほんとね、自分はあんま女性もののフィギュアあんま持ってないんですけれども、うん、こういうのはあるよね、うん、いやよくできてる、素晴らしい。あ、うん、素晴らしい。はい、続いてが、クロコダイル、はい、こちら。いやクロコダイルもいいね、出来がいい。うわいいね、悪っぽい。このねコートのたなびき具合もいいですね。で、続いてが、スモーカー、はい、こちら。いやこれもいいね、なんかこの回廊石のねこの実手もなんかこうアニメチックにこうね先端がこう太くなってる感じ、うん、立体感を出すためにね、いいね。いや今回スモーカーもね活躍結構しますからね。いやいい、はいはい、ということで、あちょっと肝心なの忘れてるじゃないですか、私の大好きなゾロ先輩、そのゾロパイセン、はい、ゾロパイセンはこちらです。はい、ちゃんとね、はい、あれって感じですよね。あのちょっとね本当はゾロ2番目に紹介する予定だったんですけども、ちょっとね事情がありまして、ちょっと私ちょっとね、ちょっと腹立ってます。もう怒った。はい、なんでかこれを見ればわかります。はい、あの唇がえぐれてんですよめっちゃえぐれてんねんこれ、ほら赤、めっちゃえぐれてるしね、顔に傷がすげえあんのよこれ、ほら顎のところとか、これはちょっとひどいでしょう。もうねこれは組み立てるまでもないですね。さすがの俺もちょっと明日早々に、もうサポートセンターに電話しますね、うん、これはひどすぎる。なんでよりによって一番大好きなゾロにこんな仕打ちを、もうほんとさ勘弁してくれよ、ほんとひどいわこれ。これはないわ、いくらなんでもね、これはさすがにもう我慢できないです。はい、なので組み立てるまでもなくね、はい、まあ
ちょっとね、電話します結構ショック受けてますんでね、はい、いやこれはひどい、はい、というね、まあラインナップで、ご紹介させていただきました。はい、まあそれでね、一応あの映画を見たんでね、映画の半券でね、ステッカーがもらえるというので、ステッカーをもらってきました。あれなんかね、当たりがある入ってると、100体限定でまたねドラゴンボールみたいに、なんか今度はワークレーらしいんですけどね、はい、それがもらえるということでね、とりあえず、近くのゲーセン行ってね、交換してきました。はい、それをね、ちょっともう開けちゃったんですけどね、何が出たかっていうのをお見せしたいと思います。はい、一応ね、こういう感じで、銀色のね、やつに入ってます。前回のドラゴンボールと変わんないね、うん、全く外からじゃわからない、はい、これをね、2枚もらいました。はい、2人で見に行ったんでね、はい、コレクターだったらね、そのまま、飾るかもしれないけど、はい、ということでね、今回の、ワンピーススタンピード関連、はい、こちらまあね、ほんとゾロに関してはもうこれはほんとがっかり、はい、これはもうほんともう明日速攻でデモしてね、きつく言ってやりますよ。ということでね、恒例の、回転台座ゾロ抜きですけれども、それに